私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と、去年生まれた息子のヒロヤ、そして保護猫カフェからやってきた猫のニネ丸、この3人を育てている兼業主婦だよ。これは、私がヒロヤを妊娠する前の話。閑散期ということで、リゾートホテルがすごく安くてね、みんなで一泊旅行に行くことにしたんだけど、ちょっとあんた、仕事できなさすぎじゃない？ああ、残念な人だね。は？まなみさん、いきなり失礼な連絡だね。何これ？まだわからないの？旅行のことなんだけど、なんでプランとかまだ説明がないの？こっちだって困るんだけど。困る？旅行？旅行って何の話？ほら、リゾートホテルに行くんでしょ？ああ、これだから仕事のできない人って困るわ。いや、本当に意味がわからないんだけど、なんでまなみさんに旅行の情報を伝えないといけないの？だって、行く場所によってコーディネートとか違うでしょ？まあ、水木さんはいつも T シャツにジーンズだもんね。そういうおしゃれとかわからないか？なんか勘違いしてるみたいだけど、私、まなみさんのことを誘ってないよね。は？何言ってるの？だって、みんなで行くんでしょ？私はいわゆるボスママ的存在なんだから、行くに決まってるじゃん。そんなこともわからないの？ボスママって言われてもね。そもそも誘ってもないのに、なんで行く気になってるんだろう。ということだから、遠慮してくださる。はあ？そんなの許さないから、あんたわがまますぎるんじゃない？いやいや、誘われてもない旅行に無理に参加しようとしてるんだよ。どう考えても、まなみさんの方がわがままでしょう。ボスでも猿でも何でもいいんだけどさ、旅行に行きたいなら、別の人たちと行って。慰謝料！損害と賠償！はい？そんなの許されるわけがないでしょ？そもそも、ボスの私に許可も得ずに旅行を計画するなんて、そんなの、ママ友法律で逮捕だから！ママ友法律で逮捕？何それ？なんかのギャグ？それ、ギャグだよね。本気ではないんだよね。あら、なーに？本気だったら怖いの？違う意味で怖いでしょ。怖いんだ。そんな馬鹿げたことを本気で言ってるんだとしたら怖いよ。ふざけないで。こうなったら、私500円しか払わないから。だから、旅行には誘ってないって言ってるでしょ。私はボスママなんだから、リゾート旅行に500円しか払わない。ママ友には法律があるの。わかる？受け入れなきゃ逮捕するから。じゃあ、とっておきのプランを教えてあげる。え？プランって、まなみさんたちも私たちとは別にそのプランを使えば。参加費自体は500円のプランだからちょうどいいんじゃない？後で URL を送っておくよ。ふーん、仕事ができない人でもこれくらいはできるんだね。なんというか、毎日幸せそうでいいねくらいの感想しか出てこなかったよ。ここまで人をバカにしたり下に見れる人って、人間としてのタイプが違うように感じるというか、なんというか。あの後もまなみさんは大騒ぎ、あれしろこれしろうるさかったんだけど。旅行当日。ちょっとあんた、ふざけんじゃないよ。どういうこと？どういうことって何が？私今旅行先の温泉街に来たの。でもホテルとかも何も予約が取れてないって。観光施設とかもどこに行けるのかもわからないし、これってどういうことなの？こっちが聞きたいんだけど、私 URL を送ったよね。あれちゃんと見てから申し込んだの？よくわからない。うちの両親と義両親、義妹夫婦と小さい子も一緒なの。あんた、なんとかしなさいよ。責任を取って、今すぐこっちに来なさい。本当にわがままで、なおかつ頭の悪い人だね。頭の悪い？はぁ？いや、だってね。なんでホテルとか予約してないの？私、URL を送ったよね。だから申し込んだの。なのに、オプション代がどうのこうのって、事前予約をしないとダメだって。何これ、どういうこと？ああ、やっぱり。あんた、私のこと騙したんでしょ。500円で旅行できないじゃないの。そもそも、500円で全部込みのプランなんて、そんなもの、あるわけないでしょうが。あのプランは基本料が500円で、そこに自分で好きなホテルを選んだりするんだけど。はあ？私、聞いてない！てか、URL を開けば、ちゃんと説明が書いてあるけど、好きなホテルとか、観光施設とかを選ぶと、うまいことプランを作ってくれるサービス。ついでに、
おまけ付きで500円のプランだよ。自由度めちゃくちゃ高いし、それでいてちゃんとプランにしてくれるし、旅行好きからしたらすごくいいプランだけどね。そんなのありえない。ありえないも何も、そういうサービスなんだから。申し込みをした時に利用規約にも同意したはずだよ。そんなの面倒だから読んでないし。なら自分が悪いんでしょ。てかちゃんと書いてあるし。あ、そういえばなんか少し前に電話が来たんだ。ホテルとか観光施設とか何も申し込みしてないけど、お土産だけが希望なのかって。お土産は500円のものを渡す予定だから意味ないですよって。それってこの話だったの？ちゃんと連絡してくれたんだね。やだ、ちょっと。ねえ、どうするのよ。私みんなから1万円ずつもらってるの。みんなってご両親とか？そう、お得な一泊旅行を見つけたからって言って結構強引に誘ったの。うわ、まなみさんは500円旅行だと思ってたんでしょ？一人当たり9500円も儲けるつもりだったの？本当にがめつい人だな。だって絶好のチャンスだと思ったんだから。ねえ、今すぐ一人当たり5000円くらいでなんとかしてよ。私たち修羅温泉街にいるの。ああ、無理無理。修羅温泉街は今の時期結構混雑するからね。そもそも旅館もホテルも予約取れないんじゃない？まなみさんのところ結構な大人数みたいだし。そんなの困る。困るって言われてもね。それにそこの温泉街って結構お高めだよ。5000円なんて無理無理。だいたい2万くらいが平均じゃないかな。無理だってば。そもそもあんたが悪いんだから。はっきり言うけど、悪いのはまなみさんの性格だよ。そのがめつくて人を攻撃するような性格が一番悪い。なんですって？ま、私たちは楽しくお得なリゾート旅行を満喫してるから。それじゃあね。やだ、ちょっと待ってよ。ねえ、謝るから、なんとかしてよ。基本料金500円の旅行プランを紹介した後、やけに静かだなぁとは思ったんだよ。まさかそのまま申し込みをしていたとは。いや、もしかしたらそのまま申し込みをするかもとちょっとくらいは思っていたけどさ、実際にそうなるとさすがに呆れてしまうね。ちなみに結局まなみさんが全然動かないからおかしいとみんなに問い詰められて、ついに白状。結局二人の母親に怒られ、そのまま実家に連れて行かれたらしいよ。翌日。やっとスマホを取り返せた。あら、まなみさん、ごきげんよう。ごきげんようじゃないから、あんたのせいで大変なんだから。私のせい？そう、なんかいろいろ言い訳してたらさ、結局全部バレちゃってすごく怒られたんだから。ちゃんと怒ってくれる親御さんに育てられたのに、なんでそういう性格になるのかね。どういう意味よ。てかさ、うちの母親とか来てないよね。え、私さっき家に帰ってきたばかりだから知らないけど。そう、何か聞かれても絶対に答えないでよ。いい？わかった？わからないならひどいことするから。ひどいこと？やだ、怖い。え？それって私脅されてるってこと？交番にでも相談してこよっと。待って、落ち着いて。お願い、わかった、謝るからね。とにかくすごい派手なおばさんが来たら帰らせて。すごい派手なおばさん？もしかして原色ピンクのワンピースにヒョウ柄レギンスの人？そう、その人。それが私の母親なの。まさかもう水木さんの家に行ったの？いや、家には来てないけど、帰り道スーパーのところでいろいろ聞き込みしてたよ。まなみさんのご近所ママさんたちと話してたし、もう遅いんじゃない？ああ、よかった。それなら大丈夫。だって、私はみんなが憧れるボスママ的存在なんだよ。みんな私のことを守ってくれるはずだから。ああ、よかった。水木さんみたいな意地悪女じゃなくて、そっちに行ってくれたのね。翌日。アンギャー！アンギャー？何？まなみさん何か産んだの？産んでないわよ。ねえ、助けて。今すぐ家に来てお願い。信用できるのは水木さんだけなの。うわ、今ゾッとした。お願い、早く来て。いや、気持ち悪いでしょ。何これ、なんかの罠なの？そうじゃないの。あいつら今まで私がボスとして面倒を見てやったくせに私のことを裏切ったの。今まで私にひどいことをされてたとか嘘ついたんだよ。ひどいこと？私が強引にたかりをするとか言ってさ、
そんな嘘ついちゃって。いや、嘘じゃなくて真実じゃん。水木さんまでそんなこと言うの？私たち友達でしょ？うわ、ますますゾワゾワしてきた。私たちのどこが友達なのさ。だって、だって、とにかくお願い、家に来てよ。なんで？今までたかりをしたママさんたちにお金を返せとか言われてさ、私のブランドバッグとかを売り払うって、今家探しされてるの。旦那さんにでも助けてもらえば？助けてくれるかどうかはわからないけど。うちの夫は大激怒中。クローゼットの奥とかに隠してたから今までバレなかったんだけどさ、バッグがゴロゴロ出てきたのを見て顔真っ赤だよ。旦那さんには内緒だったの？言えるわけないでしょ。だから貯金だって毎月通帳の写真を撮って夫に送ってたけど、その写真も加工してたんだから。じゃあ貯金額も嘘をついてたってこと？いや、嘘というか後で追加しておこうと思ってたというか。それもうダメでしょ。いや、困るってば。ねえ、ほら、ボスママだよ。仲良くしてたら得するよ。誰のボスなの？え？だってみんなまなみさんのことを裏切ったんでしょ。で、今あなたは誰にとってのボスなの？意地悪しないでよ。その後、私まなみさんの家の前を通ったんだけど、どんどんと軽トラの上に乗せられていくブランドバッグ、いや、すごかったな。あれから数年、今、まなみさんと旦那さんは、それぞれ実家に帰り、今も離婚の話で揉めてるみたいだよ。ちなみに、まなみさんは専業主婦だったんだけど、今は工場でバイト中。ただ、まなみさんなんかよりも、よっぽどボスの人がいて、毎日しごかれているんだってさ。やっぱり、上には上がいるものだよね。さて、今日はちょっと涼しいし、千秋とひろやを連れて散歩しよっと。にゃにゃまるはお留守番を頼んだよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。